皆さんこんにちは、プラマイドル工作機能です。今日も始まりました、もう天中天気。今日は静岡県に来ています。というのもですね、12月の11日と12日に開催されているクリスマスフェスタ2021というものにやってきました。模型メーカーさんの新製品が並んでるとのことなので、見学して皆さんにレポートしたいと思います。神谷さんのブースにやってきたら、まさかのブロープが全力で打ってます。かわいい。ということで神谷さんのブースにゴー。神戸ちー欲しい。やばい、私今日これ見に来たんですよ。見て、この神戸さんの頭でっかち、やば。あ、やっぱめっちゃ新しくなってる。昔のキット作ったんですけど、もう全然違う。かっこよすぎる。やばいやばい、どうしよう。今日一のテンション、どうしよう。神戸さん、いつ発売って書いてないの。カーブのランナーです。わーい、やば。アンテナをこう移動で立てて、カーブモーターの機能、こちらクリスマス先行販売してるんだ。ということでフェアレディが発売されるそうです。あ、前輪後輪違うのね。いやー、かっこいいな。もうエンジンが見えるような展示になってます。これ24分の1と比べるとやっぱ12分の1って大きいですね。じゃあ24分の1のフェアリー、頭がピョンと長いです。この子は300ZX。 カラフルなミニ四駆が出てます。かわいい。クリアボディでおなじみの動物さんが入ってます。めちゃくちゃかっこいい。センチュリオンマーク3。なんか、ま、動いてるんですけどね、横でめちゃくちゃかっこいい。どうしよう。ランナーを見るとこのデカさすごいですね。ちょっとすごい手前に置くのに手の方が大きいんですけど、もっと大きいから15センチぐらいのパーツある。うわ、すごい。じゃあ結構ね、方針上限がすごい角度が低いんですよ。で、方針の角度がこんなにかっこいい。じゃあヘルキャットが置いてあります。1月の発売です。ちょっと小ぶりな感じがいいですよね。くるんとしたフォルム。付属品も多くて、これデカールもかな、すごいかっこいい。デカールががっつり、このイエローのデカールたまんないですね。こんな構成になってます。ミニ四駆にこういうシリーズあるの知ってますか。すごい面白い打ち方をするキットになってます。現在ちょうど発売になってます。ミニ四駆って言ってもコースを走る子じゃなくて外を走るような子もいるので。じゃあバンダイさんでーすと言っても、今日は体験会がメインな近々発売の商品たちです。12月発売の子たちがここには並んでいます。そうそう、龍神丸出るんですよね。じゃーん、これ相当広げてますね。これシールとかじゃなかったらすごいかっこいいな。プレバンでチェックしてください。予約受付中です。このショーケースは境界線機の機体がずらっと並んでいます。このね、輸送機がかっこいいよね。ここは 30mm と 30ms の場所です。かわいい。私シャッターさんしか見たことないんだけど、ティアーシャさんとかルルシェさんとか、かわいいんだな。欲しいな、売ってないな。
バンダイさんあんまりイメージがないかもしれないけど、デジモンのシリーズもたくさん出ていて、これがねすごいパーツの構成が綺麗で、さすがバンダイさんっていう感じなんだけど、ここはライダーのコーナーですね。ライダーもすごいたくさん増えましたね。私ルーキーを作った覚えがあるけど、こうシリーズが増えてます。このね後ろのねドラゴンかっこいいんだよな。フォーゼン、そしてポケプラも置いてあります。体験会が開催されて、ここで作ったプラモのランナーをさらに回収する仕組みがあります。これはナムコのゲームセンターとかに結構置いてあるので、ぜひランナー投入してくださいな。ちょっとだけこうやってプラモが販売されています。皆さんすごいダッシュで買い求めにいらっしゃってるので、なかなかね手に入らないのが伺えますね。これも誰か買ってくんかな。瀬川さんにやってきました。12月の22日頃発売の DF1J アーマードバルキリーでございます。アーマードすごいね、ごつめちゃくちゃごついです。パーツもごついです。リガードがあります。よいしょ、じゃーん、近くで赤ちゃんが泣いてる。かわいい、かわいいって言ったらあれかな。これも完全新金型だそうです。発売中の商品も一緒に展示されています。発売中もしくはもうすぐ発売のピックアップです。この子がこれ触らないように近づけるとめちゃくちゃでかいの。もうすぐ発売のクラッシャー・ジョーだ。ツヤツヤに塗装されてるんですけど、これ下に置いてあるランナーが多分成型色なんじゃないかなと思います。これメーテルとか出てるんだね。タイホスチャーゾのバイクはもう出てるんですけど、こっちライダースーツをまとったキャラクターも登場していきます。こんな感じだそうです。わかるわ、これのかっこよさは無限やな。人気の自販機と、こんな女の子たちもいるんだね。へー、そうなんだ。卵ガールズコレクション、レジン製なんだって。キンナップガールもセクシーお姉さんです。48分の1と21型。こうやって見るとめちゃくちゃでかいな。手をねガンガン広げたより大きいかなっていうぐらいのサイズ感になってます。すごい、でもこれくらい大きいのもかっこいいな。ちょっとやっぱ見てると作りたくなっちゃいますよね。こちらは雪風、かわいい雪風が置いてあります。ディティラップバージョンなんだって。なるほど、すごいな。そしてソーヤが、あー、これこんなカラフルでペットでかわいいんですね。ここは車のコーナーです。スズの HH7 クーペ初期型、エンジンがねちょっとじゃあ、マツダのサバンナです。これすごいかっこいい。ここは2月に発売の日産サニートラック。サニートラックってなんでこのレトロさでかわいいんだろうね。かわいい。で、横にもトラックがいてます。かわいい。これは日産のスカイライン GTR さんです。これはもう間もなく発売になります。じゃあジムシュニッターの BMW です。これデカールとかついてんのかな。すごすご。こちらは1月発売です。トヨタの MR2AW11、これ選べるようになってるんだって。
洗濯式。へえ。ブルーに塗った表情とホワイト塗られてますが、これはルーフのところが違うんだね。他にもずらずらと発売中の商品があって、三菱ギャランチ TO2000GSR、 なんかこの渋めリードがたくさん並んでおります。おなじみの子たちもいれば、スポーツだったりとかメカトロチューブで、オッティフォーのエヴァコラボたちがいて、これメカトロチャンクはもうすぐ発売です。かわいいな、これ女の子のフード感もめっちゃかわいいんですけど、かわいい。青島さんのブースを見ていきますよ。じゃーん、ここはモデルカーシリーズ、すげースーパーカーな感じの車が来てる。タガーニゾンダ、え、これすごいフォルムだね、イケメンすぎた。後ろが 2000GT が一緒に並んでます。柔らかい直線がたまらんすね。じゃーん、合体武蔵、え、めちゃくちゃかわいい女の子が似てます。これ、え、両方入ってるキットってことなのかな、すごいね。7月発売予定です。遠いね。後ろのバルキリーは、ほんとだ、ランコちゃん乗ってますね。スピーカーがバンバンに乗ってる。かわよ、人参持ってる、かわいい。こちらは2022年の5月です。発売中のパトレーバーのイングラム1号機と98式大セットです。わー、ラクプラのコーナーです。机一面に並んでおります。たくさんあるんだね、こうやって見るとね。こっちにもずらっと並んでます。今回並んでるのは製作体験会があるそうです。なので作りやすいラクプラがよくわかるようにね、置いてあるみたいですよ。え、待って、何これ、シルバーメッキボディの 2000GT、 え、何これ。ザ・スナップキットキャンペーンというの1月31日までやってますと、ぜひ応募してください。ラクプラ作ったらぜひぜひ。ここには新しいキットも置いてあります。フェアレディ、これいきなりメッキで出るんだね。こっちはスカイライン、あれ、これもメッキで出るんだよねすごいな。4月です。ブルーパールメタリックっていうカラーもあります。確かにメタリック入ってる。なんか聞いたことがある音がすると思ったら、じゃーん、呼び込みくんがちっちゃいやつですね。12分の1のバイクシリーズ、これはね、完成品なんですよ。最初からこのかっこよさで手に入るので、ちょっとバイク苦手だなっていう方もフィギュア感覚でコレクションできるようになってます。こういったジャンクパーツの販売っていうのもされていて、袋ごとで販売されてます。ラインモールトさんにやってきたよ。もう間もなく店頭に並ぶそうです。戦技競技会82、めちゃくちゃかっこいいんだけど。いやー、かっこいいですね。ちょっとちらっとここに見える、え、ミサイルセットはまたかっこいい。マーキングもしっかりついているそうです。選べます。で、現在製作中のF2A 戦闘機はこんな感じで試作品が展示されています。ここからどんどん詰められて2月発売予定になっています。戦車と乙女、この組み合わせたまらんですね。他にもいろんな組み合わせがあるんですけど、じゃーん、
戦車っていいな。軍用機とかこれもすごいよね。トラック系もあったりするんですけど、でかでか戦車が登場します。これは1月予定です。ファインモールドさんもこういうラピュタとかジブリ系のシリーズが結構あったりするので、ぜひそのあたりもチェックしてみてください。こちらはプラスさん、ジャンク市がメインなんですけど、やっぱり新製品も並んでます。すっごい可愛らしい72分の1の9号式、めちゃくちゃちっちゃい、指1本ぐらいの長さしかありません。こういう可愛い女の子もいてますよ。じゃん、かわかわよ。表情もすごいいいですよね。すごい。これは春頃予定のイタレリの商品です。でかいんですよ、でかいんですよ。これは前からコックピットたちが見えて、エンジン周りがここにあるんだ、面白い。この細かいの何ってなると思うんですが、これもそれぞれウェポンセットで発売のようです。この1区画で第1弾、これ第2弾、第3弾ってことなんですけど、武器たる武器がいろんな種類で、後半2つは12月発売です。新しく登場するキットが並んでます。24分の1、アウディとプジョー。プジョーは1月だそうです。じゃあアスナローモデルさんにやってきました。こういった木製組み立て式の土台を販売されています。いろんな形があるんだけど、こう写真とか撮るときに下からこうやって撮りたいなってときに高さが欲しいけど、映り込んでもかっこいい台座ってあんまりないじゃないですか。なのでこうやって持ち上げた感じで撮れるような台座が売られています。いろんなものがある、船用だったりとか、こういった低いものもあります。ペイントカップホルダーっていう塗料皿を固定して滑らなくしたりとかするような便利工具も置かれてます。こういうのとか便利。あ、しかも2段式できるよ、すごい。斜め入れ診断すごい便利ですね。タワーみたいにできる。いろんな種類があるので、よかったら検索してみてください。でかでかビームがあります。これは2分の1サイズなんですけど、なんとこんな感じで動かして動くんですって。すごいかわいい。目も変わってます。村中蔵さんの素敵な英語でございました。ここはジャジャンさんのコレクションケースが置いてあります。今日はね、直接販売とかもされてるので、あのセールが書いてあるんですけど、皆さんがネットで買うときは通常だと思います。にしても見て、このガラスで私映ってるんですけど、ガラスの感じってやっぱ後ろが見えてかっこいいですね。コレクションケースといえばガラス、うわー、そして鏡、うわー、なるほどね。これ幅も向こうとこっちで違うんですけど、だったりとか棚の数だったりとかっていうのもいろいろ選べるんですよね。モテマさんのところではですね、じゃん、お子さんたちがたくさん走らせていますよ。そしてここにも小さなレイアウトがあると思ったら、はい、新商品のパネルも置いてあります。じゃーん、これが都電の7700系。緑さん、言い方違うかも、ごめん。これはエンジさんで、青さんです。色が鮮やかに塗られてますね、めちゃくちゃ綺麗。どの色がお好きですか？水面線の北側はこんな感じに並んでます。
こういろんなところに拘束できるような作れるスペースが置いてあります。こう皆さんね、真剣に作られてたりとか、こちらは静岡中心に、じゃん、チャリコさんのところに来たよ。かわいい、かわいいキャラクターがいてる。めちゃくちゃずらずらずらと並んでおります。このナッチンシリーズもすごい増えて、後ろのレールガンに可愛らしい色がまた登場しています。こういった華道盆栽だったりとか、カンカッパちゃんだったりとか、この同じ小ささなのにモビルスーツはいます。アモデウス、めちゃくちゃイケメンじゃないですか。ツルツルキュアキュアのスマートドーター、よし、かわいい。こちらグランプリ獲得作品ということで作られるそうですよ。人型重機が並んでいます。モデラーさんの展示会もされてます。小さなホビーショーみたいな感じですね。南館にはアイガーツールさんを発見しました。私も使わせていただいている、じゃーん、充電式のドライバーもありますが、多分みんなはこっちのノコだったりとか、ナイフだったりとか、こういうのだったりとか、ああいうハサミだったりとかを使ってる方の方が多いかなと思います。ヒートペンも便利だよね。使いやすいニッパーでおなじみの峰島さん、ここに面白いものを見つけてしまいました。じゃーん、指レンズ、ほら拡大されてるんですよ。よく切れる、こんなハサミもあります。まっすぐと先曲がりがあるんですけど、デカールとかにも使いやすいかなと思います。このロゴを見つけたよ、ミスターホビーって、クロースさんがいたよ、嬉しい。まあ、ハンドメイド系でもね、よく出展されているクレオスさんなんですけど、今回この見慣れたウェブラシステムがなんか色が違う、青色が会場だけで販売されてます。新しい方の水星ホビーカラーですね。で、こういう色があるのってみんな知ってる？ちょっと可愛い色なんだけど、こうパステル調のカラーが、これちょっとハンドメイド寄りのカラーになってます。ピンセットとかモデリングソーといった工具類も置かれてます。こんなのもあって、これはすごい切れ味がいいんだって。なんか糸切りバサミとかなんだけど、まあ、デカールとか、まあ、何でも切れるので、結構重宝するのにもかかわらず800円なんだって、イベント限定で。ここも、これは手芸店とかでもよく扱われてるんだけど、これペン先が色鉛筆じゃないんだけどくっつくんだって。ちっちゃいパーツをちょんってつけてサポートするのに使うアイテムだそうです。じゃーん、エコーテックさんにやってきました。嬉しい、会えて。じゃーん、プラスチックなんですけど、こんな感じでスーッと。プラは余裕ですもんね、ほんとね。ちょっと切り込みが入るくらいですね。すごい焼ける匂いがする。そうですね、こうやってあれは切れるの、これは切れるのって聞くと、スタッフさんが頑張ってくれるのがエコーテックさんなので、何でも物持ってきてくれればここで切れますので、はい、お持ちください。ぜひお試しに来てください。アルゴハイルさんにやってきましたということで、こちらにおなじみのアルティマ5たちが並んでるんですけど、今回はこのラップボードをちょっと説明してもらおうかなと思います。これはどんな機械ですか？まあ、ざっくり申し上げると、こういったアルティマ5とか、まあ、削った粉を吸っていただく、まあ、囚人機。机の上がこう粉々にならないっていう。そうですね、まずはその、まった、まあ、粉をこうです、うんうんうん、でここのフィルターで取って、はい、
でなおかつこちらの方には回らないっていう。へえ、ちょっと今斜めに置いてるので水がこんな感じで、確かに真ん中はちょっと粉が吸ってるからそっちに寄ってってるって言うんですよね。そうですね、なんかふわっと浮いて飛んでいくのが分かります。これお手洗いとかはどうしたらいいんですか？手入れはですね、まずまあこういった形で、粉がどうしても吸い切らないものをこういうふうにやっていただいて、吐いて吸わせちゃうんですね。そうですね。で、あとはまあ実際作業終わったら止めていただいて、まあ、さっきのフィルター、あ、本当だ。ちょっと詰まってる。はい、うんうん。ですので、まあそこはまあ掃除機か何か、もしくはこういったブラシで、あとはゴミ箱の上とかで、そうですね、やっていただいて、どうしてもその残ってしまっているものに関しては、ある程度掃除機で吸っていただいた方が一番簡単ですね。ただファンが真ん中にありますので、はい、真ん中に当てていただければ、囚人力がこちらの方になりますので、さっきみたいに中心で作業されるのが効果的。はい、そうですね。あとはまあ実際僕が使っている方法としては、まあこう置くんじゃなくて、直置きじゃなくてちょっと立てていただいて、ちょっと高さを出していただければより、で排気は4箇所でしますので、要は排気が直接よりも上がった方がより回らない。ありがとうございます。はい、という感じで新製品いろいろ紹介しながらクリスマスフェスタを楽しんできました。皆さんどうだったですか？たくさんね、買い物しちゃったんです。重っめちゃめちゃ買い物してしまったので、またそれは別で紹介したいなと思います。気になる新製品とかがあったらぜひメーカーさんの各ホームページでチェックしてみてください。ということで、以上もけんちゅ TV でした。バイバーイ。